そうめんなるキッチン動画の視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部紬です。以前、肉を32種類入れた頭のいいカレーを作ったのですが、その時、そうめんなる皆さんはこう思ったのではないでしょうか。野菜を30種類入れてカレーを作ったらどうなるか、と。そんなわけで今日は皆さんの夢を叶えるべく、野菜30種類カレーを作っていこうと思います。それではレッツクッキングです。まず、今回使う野菜の紹介です。玉ねぎ、人参、セロリ、長ネギ、ピーマン、パプリカ、生姜、ニンニク、トマト、しいたけ、しめじ、えのき、まいたけ、エリンギ、マッシュルーム、ひらたけ、ほうれん草、小松菜、チンゲン菜、春菊、ルッコラ、イタリアンパセリ、パクチー、大葉、ブロッコリーとカリフラワー、タケノコ、ナス、オクラ、ベリーコーン。以上、30種類の野菜を使ってカレーを作っていこうと思います。さあ皆さん、どの野菜の存在感が一番強くなるか予想してみてくださいね。さて、30種類の野菜でどんなカレーを作るかという話ですが、キノコのペースト、緑のペースト、ソフリットを軸としたカレーを作ってみようと思います。では作っていきましょう。まずキノコペーストを作りましょう。フライパンにココナッツオイルを溶かし、ここに椎茸、しめじ、えのき、まいたけ、エリンギ、マッシュルーム、ひらたけのキノコ7種類をスライスして入れ、塩を振り、しんなりするまで炒めていきます。炒めました。今のところ、キノコの香りよりココナッツの香りの方が強いですね。これをミキサー君に入れ、豆乳を入れ、回していきます。ココナッツオイルや豆乳ではなく、バターや牛乳を入れてもよかったのですが、今回はなんとなく植物性の食品で統一しようと思います。回したら、これをボウルに入れ、キノコのペーストの完成です。ちょっと味見してみましょう。パク、うん。フランス料理みたいで美味しいです。キノコってたくさん種類を使うと、香りが豊かになっていいですよね。次に緑のペーストを作りましょう。まず、セロリの葉を水から茹でて、沸いたら、ほうれん草、小松菜、チンゲン菜、春菊、ルッコラ、イタリアンパセリ、パクチー、大葉の大葉類を入れていきます。今のところ、パクチーの香りが強いですね。コリアンダーパウダーの香りがしてきます。茹でたらザルにあげて、これもミキサー君で回していきましょう。回したら、緑のペーストの完成です。これも味見しましょう。パク。あ、思ったほど癖がないですね。ややパクチーとセロリの風味が強いですが、いろんな香りが複雑ながらも意外と調和しています。いいですね。それでは最後にソフリットの準備です。玉ねぎ、人参、セロリ、長ネギ、ピーマン、パプリカを一口大に切って、袋組んでブンブンしていきます。ソフリットにピーマンを入れるのって意外かもしれませんが、パエリアなどスペイン料理のソフリットには入っているものがあるそうです。ブンブンしました。これで、カレーの下準備の完了です。ではカレーを作っていきましょう。みじん切りにしたニンニクと生姜、唐辛子、クミンシードを炒めます。香りが出たらソフリットの野菜を入れ、塩を振り、水分を飛ばすように炒めていきます。炒まったら、ざく切りにしたトマトと、キノコペーストを入れさらに炒め、ここにパウダースパイスのクミン、コリアンダー、ターメリックを入れます。ちょっと重たくなってきたのでこれを豆乳で伸ばしたら、緑のペーストを入れます。最後に塩を入れ味を整えたら、カレーの完成です。それでは具材も用意しましょう。ナスを炒めて、カリフラワー、ブロッコリー、オクラ、ベリーコーンは茹でたら、一口大に切ります。これらの野菜とタケノコをカレーに入れたら、できました。野菜30種類カレーです。では食べましょう。いただきます。パク。あ、美味しい。あらゆる食材が口の中で喧嘩していた肉32種類カレーと違い、驚くほど味が調和しています。キノコペーストとソフリットのおかげで旨味成分も申し分ありません。存在感が一番強いのは、やっぱりパクチーですかね。でもいろんな食材を入れたおかげかパクチーの癖がすごくマイルドになっていて、想像以上に食べやすいです。いいですね。では、何につけて食べましょう。パク。うん、美味しい。緑のカレーにはやっぱりナンが合いますよね。最高です。ごちそうさまでした。美味しかったけど、あらゆる食材を濃縮してるのですごくお腹にたまりますね。あと今回はナッツや豆類は野菜としてカウントしていいか微妙だったので入れませんでしたが、それらを入れたらもっと美味しくなる気がします。追想する人は参考にしてください。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。いいねに、
動画撮影後の裏話を書いておくので、よかったら押してくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。